ウィアーウィアーあ、どうも今日は集まっていただいて、ありがとうございます。今日はですね、せっかく皆さんお集まりいただいてますので、お客様から質問を募集させていただきました。よしきさん、来年こそはアルバム出しますよね。もうやだその話題、俺クリスマスぐらいやめないその話題ね、本当はね、クリスマスプレゼントとかって言って出せたらよかったですけどね、まあそんな世の中甘くないですよねはい、次。はい、映画今日で25回見ました。今後 We Are X2 の予定はありますか？25回見たんだ。映画がね、完成してた時にね、パターが倒れてしまったりとか、ね、やっとね、ウェンブリー公演を終えて順調にいくと思った。今度僕はね、首の手術になっちゃったりとか、相変わらずドラマが続いているので、まあ可能性はあるかもしれないですね。ちょっとなんかもっとハッピーな話題をねなんかそういうね、なんか死とか洗脳とかじゃなくて結婚とかそういう風になったらいいよね何その浸透しちゃうの、ざわっとしましたね今ねなんかね、そう地形だといいですよね。サンタが親だと知ったのは何歳頃でしょうか？サンタ親なんですか？ねえ、そんなことないですよね。ねえ、サンタいるでしょ、だっていますよね。はい、まだ気づいてないです。はい、サンタは親ではありません今後の夢は何ですか？ゆきさんからいただきました。そうですね、やはり、まあ、昔はその破滅の美学とかね、よく XJAPAN の、コンサートでも、ね、サブタイトルで破滅に向かってとかやってたんですけど、やはりね、今年また首の手術ですね、まあ2回目の手術になったんですけど、まあそういう経験をして、やはり今度続けていくことの美学っていうんですか、まあどこまで体が持つかわからないですけど、まあまたドラムも叩きたいと思ってますしね、まあ早ければね、近い。お久しぶりです。どうも、ご無沙汰してます。あ、持ちましょう。はい、お久しぶりです。鉄拳さんでございます。どうも、どうも。はい、はい、よしきさん、すみません、僕なんかですみません、本当に申し訳ないです。あ、素敵。はい、あ、こちら、後ろ姿なんですか？ありがとうございます。はい、すごい背中の筋肉とか、はい、すごいセクシーだなと思って、なんか哀愁が漂ってますね。はい、哀愁を漂える感じで。来年の目標は？来年の目標は XJAPAN さんの何かできたらいいなと。あ、じゃあパラパラやっていただけますか？本人が出てるバージョンと鉄拳がパラパラ漫画を描いたバージョンっていう感じで出させてもらえれば。2つあるといいですね。はい、大丈夫でしょうか？